快適な場所を求めて西日本快適旅へようこそ。今回は山口旅編その2、秋吉台と湯田温泉散歩をお届けします。山口県美祢市に広がる日本最大級のカルスト台地の雄大な自然を満喫しました。山口市の湯田温泉散策も楽しんでおりますので、ぜひご覧ください。快適、快適。おはようございます。おはようございます。山口旅2日目、今日時折雨降ってます。鍾乳洞の方に来ました。秋吉洞だったらあまりにもみんな知ってるからマイナーな方に行こうかなと思って、過激洋洞に来ました。はい、はい、見てこの看板渋いですよね。我々こういうとこ大好きなんで楽しんでいこうと思います。はい、はい、レッツ洞窟探検。こんにちは。こんにちは。本当は3600円のところが2900円になりますと、はい、あ、じゃあこれでお願いします。もう300円を出しないと人気の探検っていうコースがありまして、はい、とても綺麗な空間です。うん、見込んでみられません？はい、奥まで探検まで、はい、行きます。気がついたら1時間ぐらいの別世界。あ、すごい人気です。お姉さんうまいですね。じゃあ行ってまいります。行ってきます。おー、すごい、すごい。ちょっとこっち立ってもらっていいですか？見る、ちょっと私、うん、それでは体験行ってまいります。ママ似合ってる。それでは行きましょう。はい、なんかドジかける探検家って一番良くない組み合わせやけど大丈夫かな。前半はバリアフリーで見学できますと、のんびりで、プラス料金払うと奥の方を自分たちで懐中電灯を照らしていく探検コースがありますと。ねえ、すごい涼しい。美しい草原を見るっていうつもりで来たのにさ、ふと気がつくと真っ暗な洞窟に入ってるって、これどういうこと？私たちがもう闇の世界へ落ちいった。今考えずに喋ってるやろ。うわ、待って、なんか終わりって書いてる。一般観光コース終わりで、ここから先は探検コース、照明がありませんと。だって見て、明らかにさ真っ暗じゃない？確かに。快適、快適。始まり、こっから、うん、行きます。レッツゴー。綺麗。本当だ。キラキラしてる。え、これすっごいね。すごい綺麗。これがずっと広がってんだ今。こうやって。暗いのと静かすぎて怖い。そう。だって進行方向何も見えないんだもん。なんかこうすごいね。鱗みたいになってるんだもん。おお、本当だ。すごいね。この表面。くしゃくしゃ。くしゃくしゃにしたアルミホイル。闇に消えていくとこちゃん、今までありがとう。お、サンゴの化石だって。え、この付近の石灰岩には四方サンゴがたくさん含まれています。約3億1000年前のもので、他にケーテテス、ウミユリの化石も含まれています。サンゴ礁の比較的波の強い浅瀬に住んでいた生物たちです。終点まであと30メートル。あ、そっか、最後が高さが低いんだったね。もう私でもしゃがまないと。低っ。え、怖っ。うわ、低い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 。あ、ちょっと待って。あ、やった。探検コース終わり。ゴール。ゴール。パチ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 。怖い怖い怖い、顔が。で、ここで明かりを消すのがおすすめですと。そうすると本当に静寂の水が落ちる音しかしませんと。ということなんで、今からじゃ消します。静寂の世界をお楽しみください。怖い、手に色だって。俺カメラと照明持ってるもん。我慢してくださいね、はい、3、2、1。はい。怖かった。いや、でもこの洞窟の奥深く我々2人っきり、ちょっとロマンチックじゃん。怖い。よし、というわけで引き返しますか。引き返しましょう。はい。今からサファリを楽しもうと思います。やった、レッツゴー。快適、快適。はい、野生動物の
出発しましょう。レッツゴー。本当 GPS で案内してる。いよいよサファリゾーン。すごい。え、かわいい。あ、すごい。ダイレクト。おっと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 。お、おお、近い。お、開いた。開いた。ここから先猛獣エリアだよ。猛獣。あ、いたいた。クマ、クマ、クマ。怖。森の中クマさんに出会って。本当。怖。怖。ちょっとクマが近づいてくるのは怖いよ。うん。痛い。うわ、すごい。すごい。ちょっと一人や。心優しきタイガーって感じ。ここのサファリ歩いて楽しめるゾーンがあるんだね。嬉しいな。なんかさ、さっきのエリア見てるからさ、ここら辺にいるんじゃないかっていう錯覚に陥っちゃう。本当そうだね。うん。あ、バーバリーシーン。強そうだけどさ、目は完全にヤギだよね。ヤギ。この動物ちゃんに課金しよう。草食動物の餌。一瞬歯が出て怖いんだけど。あ、ね、ちょっと下手くそ。ちょっと怖怖。うん、ちゃんとあげたじゃん。よだれ、よだれべっとり。いろんな。はい、立ち。結構ボリュームありましたね。あったね。そろそろ行きましょう。はい、行きましょう。うん、なんか本来の目的を忘れかけた。快適。快適。いやあ、お待ちかねのカルスト大地ですよ。イエーイ。朝雨降ってたからね。本当。よかった。やっぱ綺麗だね。すごい綺麗。この辺とかだってほら石灰岩、石灰岩か、石灰岩。やったー。どんな景色でしょうか。風強い。強いな。おお。美しい。すごい、ね、この緑色のさ大地にこの雲の影が迫ってくる感じが綺麗。そうだね。うん。うん、美しいね石灰岩が。うん。輝いて見えるよね。うんうんうん。ちょっとこれから先向こうの方まで歩こうと思います。歩く。プチ登山を今から楽しもうと思います。はい、てこー。なんか歩いてみるとやっぱ果てしないね。さあ、この果てしない光景で一曲どうぞ。うん、果てしない大空と広い大地のその中で。ちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと歌ってる顔が一番面白い。なるべく最短。いかんす。なるべく最短で取り。ゴール？うん。やった。こちらです、ゴール。やった。若竹山。到着。うおー。さっきの展望台よりかさ、うん、人が少ないからゆっくりできる。ゆっくりできるね。うん。歩いてきてよかった。まあ道中も気持ちよかったしね。うん。360度見れるね。ねえ。さっき見てた展望台があんな遠くにある。やっぱ結構歩いてきたんだ。歩いてきた。それ考えるとあっという間だったかもしれない。うん、これ夏場きついかもね。いや、次はカルスト台地の中に唯一あるちょっとした森に行ってみようと思います。はい、森。森？快適。快適。お、見えてきた。森が見えてきた。森。先ほど言った若竹山から少し北の方にやってきました。ほーい。秋吉台さ、草原が広がってるじゃん。その中において唯一の森があって、ほんとちょろっとした範囲、うん、森ができてるんや。森。うん、ほら森。本当だ、確かに。なんか森だけにこんもりしてるじゃん。こちらが長蛇ヶ森です。じゃーん。木がね、うん、ここだけうっそうと生い茂ってますよ。どっち回りで行く？時計回りで行く？時計回りで行こうか。じゃあこっち。それ半時計回り。あ、そっか。こっち。ナチュラルに間違ってたよ。この秋吉台、日陰があんまりないからさ、涼しくて気持ちいいね。うん、気持ちいい。
森森。お、ここ入れるじゃん。え、なんか今日すごいとこ行くね。おお、すごいね。すごい。ついさっきまでさ、カルストの大地にいたとは思えないね。思えない。快適だね。快適。これからちょっと山口市の方に戻ろうと思います。レッツゴー。癒し快適。快適。こちらは湯田温泉駅です。でなんでここ来たかっていうと、足湯に入りたくて。うん、入りたい。湯田温泉は狐が見つけた温泉みたいに言われてて、やっぱ狐が見つけたというだけあって、なんと今現在視点を動かすと大きい、すげえでっかい狐がおります。名前はゆうたくん。ゆうたくん、あ、そうなんだ。高さ8メートルだって。8メートル足湯、足湯で足湯がある。あ、すごい。ここ人多いので別の足湯に行きましょう。お願いします。いや、ここの足湯いいよね。電車が往来するところさ、見ながら足湯に入れるって、うん、いいね。もう私ほら、いつでも足湯入れるようにタオル準備してるから。お願いします。レッツゴー足湯。快適。快適。公園通りだって、この公園の足湯が良さげだったんだよね。うん、なんでみんな平気で入ってんの。暑めだね。うん、秋吉台を歩き回った疲れが取れていきますね。それで行く駅からここの公園までの道中さ、狐、うん、がいっぱいいたね。いっぱいいた。さすが狐にまつわる場所ってだけあるね。びっくり。これで今日の一日プランは終わりです。明日も楽しんでいきましょう。はい、なんか足湯に疲れながらバイビン言うのもなんかな。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ビビーン。次は足湯じゃなくて普通のお風呂に入りたい。入りたい。快適。快適。次回は山口旅編番外編、秋吉台観光でおすすめの動物スポットをお届けします。旅の2日目に立ち寄った秋吉台サファリランドについてたっぷりとご紹介します。8割が未公開シーンとなっておりますので、ぜひご覧ください。このチャンネルではこれからも快適をお届けしていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントしてもらえると嬉しいです。動画は毎週木曜日に更新しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大道芸人カップル快適更新中。